はい。すいません。これラジコンやっちゃいけないんですかこれ。これは何ですか今のは。いやなんか途中で音がおかしいのを感じてたんですよずっと。あれやばいなーって。でもね、そういったってあそこでミスったら自分のミスだから、最終的に。いやあれギア感だなー。違う。俺から見てた。それだったら、今日これから、ドライバーをスイッチして、じゃあ、裏全日本、今から。スイッチ、車、高市の車を、高橋がやって、高橋さんの車を、僕がやって、どんな感じでタイムがどうなるかっていうのをちょっとタイム路面とかあといやでも条件は一緒じゃないですか条件が一緒の中で走らせてきて5分間どうですか5分間とかまあ例えばそれじゃあ5分はまあタイヤのこともあるし、まあ、じゃあ2分とか3分とかそれをやってみてどれぐらい違いがあるかっていうのをちょっとそうですね選手権終わって高橋さんもそのまんまの車で、僕のもそのまんまで、免許したらだったので、それでやってみて、どれぐらいの違いがあるのか、それをちょっと逆に言ったら、今日ですか、やってみたら、今から、ジョージ、やってみてないじゃん、その話聞いてないです、いや、俺は車持ってこいと言ったけど、僕も車持ってこいって言われただけなんで、まだいつもの思いつきですから。いつもの僕が断れない。なるほどです。僕がじゃあ下さんの車をやってみて。これこの間全員を使ったやつですよ。はい。でそれで違いがあったらやっぱそのオプションを組み込んでいかなきゃいけないし逆に言ったらその差が高木がやってみたり僕のよりも実は走ったのになるかもしれない。それは別にオプションは組み方を考えなきゃいけないし、役に。あ、じゃあこうさせてもらっていいですか、せめて。ボディは僕下さんのマシンに自分のボディつけたらダメですか。ダメ。そうですね。そこまでいったらもうちゃんとでも大丈夫ですよ。僕も練習のボディ持ってきてます。激しくクラッシュしてるのもボディなんです。いや全日本のボディですよ。はい。大丈夫ですよ。もうこうなるから。僕もね、そこそこいっちゃいましたから。ちょっと自信持ってもいいですよね。これなんか大変ですよ。ずっと走ってたから20分。全日本17位だっけ？ですね。17位だっけ？17位の男ですよ。17位の男が2位の男で。大して変わらないですよ。いやいやめっちゃ違いますね。それは。ちょっとやってみて。じゃあまあ正直興味もめちゃめちゃあるので、まあちょっと壊さないように。準備をしてそれでやってみてでその後にじゃあやっぱオプション組まないとダメですよってなったらじゃあ今後じゃあ組んでってまずじゃあ SMJ ギルギスカップに向けてじゃあどうしましょうっていうステップかなと思ってるんですけどじゃあちょっと今から準備してやるんですけど。いつもの感じなんですけどエンジンも同じでシミュレーション乗ってるし同じような形になってるんだからこれエンジンの状態もほぼ近いですそうですねあまあでもこれエンジンの全日本の勢がちょっとないですけどなんていうんですか練習まではいかないですけどシミュレーションはシミュレーションまあちょっとビーディングみたいな分かりましたそういえば交換してからいいですからいやこれ意外といいっすよよかったねこのエンジンよかったね安定しててよかったと宮さんがピッてやるときに僕必ず下にいて見てたけどもうずっと安定してたんですよあそうそう一つ野田さん僕よく分からずに宮さんの指示で僕だけダート用の燃料使っててあれ別に差がそんなのないんですかあれ厳密にあるんですよねいやオイルの硬さでのバランスっていうのはあるんですけど僕もは見てる感じからすると高橋さんの走らせ方にはこのダート用のこの燃料は非常に合ってるなと思ってて、で、燃費が悪くなるわけじゃないし、非常に安定してるんで、でまあ、この燃料ね、どちらかというと、冬になるとちょっと難しくなる傾向はあるんですけど、暑い時にはオイルがちょっと重たいから、より向いてるかなっていうのがあって、それで高瀬ね、この燃料を進めてるんですけど、でも結局、何も問題ないでしょ。いや、最初ちょっと話したんですよ、皆さんと、どうしますかって言ったけど、今まで動画撮ってきても、一回もこれがなんか、変になった時はないんで、こんなまんまがいいんじゃないかっていうぐらい、変えるよりはもうそのままいく、分かりやすい方がいいっていうので、じゃあこのままいきましょう。本当アウトで全日本で買うとぐらいしかいない、一人しかいないですよ。燃料のそうでもそれでね200いけるから、そうですよね。それはあんま気にしなくていい、気にしなくていい、それは調整の部分だから。まあそうですよね。今回もそのままで高橋さんは高橋さんの燃料で、リアルのバンドの燃料で、それちょっとじゃあやってみましょう。それ少し気分自然に。そうです。もしも準備して、それから行きましょう。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。じゃあ今から高橋の車バーサス長号。バーサス。バーサスにしちゃう。もうまたバーサスだよ、もうやっぱ。今ほらウォームアップしたじゃないですか。やっぱね路面が悪いと僕と志保さんの差がはるかにまた大きくなってよくわかりましたね。それがどれぐらいになるのかを逆に言うと数字で見せていった方が映像的としてはその方が研究のしがいもあるし、逆に言うとまあちょっとどんなものか見たいなと思うので、僕の試練だと思って頑張ります。まあとりあえずなので一応僕が思うには高橋の車を2分の計測をやって。高橋が2分走ります。で次高橋さんが2分走ってその計測のタイムを取ります。でその次に高橋さんの車を同じようにやってみて、なるほど。そうすると条件としては2分やってワンラップを。じゃあ2分のタイムをたまる。2分間連続走行する。そう。2分間連続走行。あれサッカーですね、つまり。じゃあここでずっと一周回ってそう。はい。要素ここ通過した時に走り始めて何周の何秒みたいな、2分何秒、2分何秒を1人2回ずつだから4回だけど、それで2分何秒をちゃんと記録として残して、その差がどれぐらいあったか、予選の時は4分だから4分やんなくていいんだから、簡単でしょ。一周だとダメだよ。ごまかして早く走る。いや、俺さっきそれを思ってて、一周だからなと思って早めにやったんですよ。絶対そういうあんまりことを考えるから、もうそこから2分間とかやるんだ。2分間ずつちゃんとその差で、そうすると難しい車だったら何が出るからタイム差は出るだろうなと思うし。1台の車を2分、もう1台の車を2分ってことですね。それでとりあえず持ってみようと。分かりました。じゃあ頑張ってお願いします。僕のじゃあどっちから行く？どちらも下先生のから行きましょう。行きましょう。下さんちょっと手抜いてくださいよ。はい大丈夫、入って言いつつ負けず嫌い発揮しちゃうんで。もうこの流しの時にすでに要因があるんですよ、下さんの走りには。そうですか？違いますね。安定感が全く違いますね。イニシャル D みたいなこと言ってんじゃん。イニシャル D みたいなこと。うまいなぁ。やっぱクリップをきっちりついてますよね、しっかりとね。当たり前なんですよね。なんかおかしいなと思ってね。なんか抜けました。クラッチ抜けました。ギアがないよ、ギアが。あらごめんなさい、ちょっと一回素人にも分かるように説明してもらっていいですか？一足のスパーギアがなくなったみたいです。なめちゃった感じですか？あれ、僕エンジン閉まってません。今その前のところであれなんか変だ。そう、俺もあれって思った。ちょっとギア取っときます。持ってけばいいじゃん。なめちゃったってことがその方がいい。いくら線抜いたから。いや今ここの音があれなんかクラッチが滑ったような音がしたなと思ったらメルパから。そうか、電動と違って音が分かんないから、ギアの音がしないから、エンジンの音でかき消されちゃうから一瞬分かんないですけど、加速した時にフイーンってなんか滑ったような音がしたからおかしいなと思ったら、もうその辺はねずっと音ばっか聞いてるから。確かにね、音でやっぱいろんな情報が入ってくるんですね。そうだからヘッドセットつけてると意外と分からなかったりする時もあって、だから自分なんかも中に入って聞いたりとかやっぱするんですよ、でテストの時は。やっぱそのクラッチのつながってる感じとか、あ、最終的にもうそこまで詰めていくんですね。うん、中でここで結局外だとここだと分かんないから、だから全日本の時とかもテストで台数が少なかった時っていうのは意外とチャンスで、なるほど、その時に音を聞いてられるから、少ないとそこで結構あ、これクラッチがダメだとか、あ、ここだ、これだったらいいとか、二足の感じとか、そういうのはやっぱ調整しますよね、実際のところでやってる時は。じゃないですか。はい、多分なんで舐めたのかはちょっとよくわかんないけど、ピニオンがちょっと死んでる。舐めてたな、このぐらいじゃっつってまだまだ全日本の興奮が残ってるんじゃないですか。そうかな。もうだいぶないと思うんですけど。かかるよ。はい。最後かな。あ、また舐めた。あ、おかしい。また舐めた。おかしい。あれ。すみません。はい。すみません。どうやってこれラジコンやっちゃいけないんですか。これは何ですか今のは。なんで、まあ、なんか同じことっぽいですよね。なんでエンジンマウントは緩んでるだったんですよね。いや今度は2足なんで、だからそうなんです。今2足だったんで、さっき1足でなんでこれはこれで面白いんだけど、これはいや僕はもう面白くないからそれを直していく高橋さんのやる最近。高橋さんとりあえず僕がやりますか。まあ下さんはほらプロなので、もうご自身のとこれの違いっていうのを言葉にすることも可能じゃないですか。すげえプレッシャー。これなんだこれ。なんか変ね。変。いやなんか途中で音がおかしいのを感じてたんですよ。やばいなーって。でもね、そういったってあそこでミスったら自分のミスだから最終。いやあれギア感だな。違う。俺が見てた。それまで結構決まってよーしみたいなさ、ちょっと突っ込みすぎてくるって巻いたんだよあれ。それまでが結構オールタイム取ってて、あ、その中で本人的にはちょっとこの週はいけるなっていうそういう応えを持ってたところに。最後突っ込めたら、いや、まあそれで言ったらギアがちょっとなめてブレーキがかかりすぎてギュッてなったっていうまあ言い訳にしといてあげようかなってこれやっぱ原因わかんないですか。そうこれね、二足のね、ちょっと不思議なところで、あ、そうなんですね、読めないんですよこれ。何が原因かっていうのは本当にもう2人がわからないこと、やっぱ人類がもうわからないってことですよ。いや、なりだすとね、結構この病気治らないっていう。例えばなんかベアリングが死んじゃってるとか。多分今の音的に 1A だと思うんですよ。二足に入った時に重い音するじゃないですか。だからちょっとね、でもね、わからない。多分じゃあ高橋さんの行きますか。そうですね、まあ冷まして一回ちょっと。これはこれでいや面白かったので、まあ。そしたらこれで先に高橋さん自分の先やってみよう。はい、わかりました。で高橋にしよう。わかりました。そうさっきそしたら一応高橋の自分の車のタイムがあるから。そうですよね。最後の収録は大丈夫ですか。16秒あれだから21だから取ってやるこれ。僕もちょっと後で一応毎週ラッパー言ってあるんで。はい、下さんは2分1秒ですね。8周ですね。はい。で最終週がギアのなめたので16秒2だから約それで1秒半ぐらい遅いです。ことはこの1秒74がほぼ9周入ったかもしれないですね。ほぼフラットだと思っていいと思う。多分ワンウェイで乗ります。エンジン消えてる感じですか？まだ甘いですね。あともうちょっと走るといいですね。あれは突っ込んだ。あれも瞬時にいいね。ちょっと頭きましたね。そうですね。ちょっと分かるようになってきましたね。はい。で全日本のあれですよ。決勝だけで50分走ってます。まあそうですよね。確かに。ちょっと甘い。40分。はい、甘い。ちょっと甘いか。あ、ちょっと甘いかもしれないですね。なんかそんな感じしますね。いや、わかんないのに甘いって言っちゃいました。はい。はい。じゃあ2分間。はい。もう喋んないよ。いやいやいや、大丈夫ですよ。もう楽勝ですわ。よし、行きますわ。はい。全日本ぐらい集中して。わかりました。頑張ります。はい、スタート。15秒15。15秒14。15秒29。ああ、待って。1分経過。15秒53。15秒2。1分半、あと残り30秒。15秒05。14秒85。あれ、出てきました。これ最後かな。ああ。2分1秒58。ああ。ゴールです。だから自分にしては。なんかやりきったかなっていう。いっぱいミスもあったけど。2分って言うとやっぱ。はい、クリップつけない時も次でごまかすっていうあれがあるから、そうですよね、ちょっと一周とはまた違う感じですよね。はい、はい、次高木。あ、お願いします。はい、はい、本気の慣れで慣れ、はい、すごいハンドルが軽いんですよね、高木さん。あ、そうなんですね。わあ、うまい。いや、うまい。まだ取ってないよ。はい、もういい。はい、じゃあ入ってやんな。うまいなあ。2周ぐらいしかしてない。いいですかね。じゃあ夢の九州入りをお願いいたします。できれば。いや、入りますわ、楽にこんなら。うまい。スタート。スタート。14秒80。さすが。14秒90。これは吸収入れてくるパターン。吸収入りますね。14秒台で走れば吸収ですもんね。そうですね。はい。ああ。すいません、話さなくていいっすよ。大丈夫ですよ。15秒37。あ、初球を吐き出しました。このままでは2分フラットペース。14秒77、1分経過。14秒73。自分の振る舞いの早いんじゃないか今。10秒79、1分30秒。10秒75。これは吸収入るな、これ。入りますね、これは。おお。はい、10秒97。はい、これでゴールです。九州の。でもだいぶ慣れますよ。はい、ゴール。この球は、はい、すごいバランスが素直な感じします。ああ、そうなんですか。はい、ハンドル切った感じの、この、はい、ハンドルがすごい上がって、僕の、はい、ぐるぐる手がぐるぐるしちゃうんですけど、はい、はいだけど、車はすごいペタッと走ってくれるので、はい、バランスはいいですね。ああ、そうなんですね。運転はしづらい車ではなかったですか？これ自分のトルコだったらやりやすいと思います。はい、だけど、うん、こっから早くっていうとまたちょっと違う感じにはなりますけど、やっぱボケてる部分があるってことですよね。はい、はい、ああ。でも今下からボソボソ聞こえたのが、はいはい、自分の車より速いんじゃねえのっていうのをボソボソ聞こえて、ちょっとまずいなそれは。さっきほらトラブルあったから聞こえた？俺の声。ちょっと天の声が。天の声聞こえちゃった。これなんかレースじゃないとなんかこう耳いいみたいで。実際九州でベストが10分7かな、うん、7ぐらいの位置でずっと778とか1回目ミスったから15秒あそこで、あれでだいぶ落ちるのかなと、バン落ちるだけであそこで落ちるっていうのが分かったけど、高橋さんとのどれぐらいっていうのが全く分かんなかった。高橋さんも10秒で入ったりするんだけど15秒フラットぐらいで5分の1にやっぱね見てると最終コーナーへの思い入りが高橋さんの方がやっぱ緩いみたいで怖いんですよね、決定のがここで決まった時はだからそうすると10秒で入ってくるんだけど、はい、ここの入りが探ってるから高橋さんも、はい、高木の方がもっと高橋さんね、ここからここまでを結構探りながら走るんだよね。怖い、あそこのインカットも怖いし、そう怖いですよね。そこをね探ってる。こっちはだいぶもう攻略してきて、いやもう2コーナー5コーナーの出方とかかなり良くなってるよね。前より止めてるからいいんだけど、ここで躊躇するんだよね。でここに来てどうしようかな、この左のところでバンクがないから車の動きが出ないところにハンドル切ってくるから、あ定まらない。他のところバンクがあるから切り方が合ってくればいいのに、ここだけフラットだから。2コーナーもそうなんだけど、2コーナーはその前の車速で滑ったら幹変わってきちゃうからいけるって思うんだけど、ここはインに入ってくるのとここにぶつかったらどうしようっていうのを考えて走ってんのかなって見てるからまあそのまんまですわ。全体的なでも走りのねクオリティがやっぱ圧倒的に違うなっていうのはね、まあ感じましたね。でも全然もう少し練習すれば全然もっと上げれるかなっていうの。まず高橋さんが多分自分でさっき走ったのに多分相当満足いってない感じ。いってないです、全然ダメですね。で目指してるラインが多分同じところ、悪いところはないと思う。イメージは目指してるのは分かるんだけど、まだここの悩みが、そのやっぱイメージがないと絶対速くならないんですよ。ここを走ろうってイメージさえあれば。ちなみにですけど、そういうのってオプションパーツなんかこういうところをやっていくとその辺の応答性とかかっちりしてくるよっていうのはありますか？やっぱその車の踏んでくれる量、まだオンの時に安定がちょっとないから、そこはセッティングも若干あるけど車のパーツによってその安定感をもっと出せると思うから、その辺をもっとパーツを組んでいければ最終コーナーとかもっと踏み込んでいけるし、もう少しだからグリップさせようじゃなくてスライドをさせながら曲がってこようって思えるようになってくれば、そのスライド量をコントロール自分ができるようになってくればもっと自然に上がるでしょうね。はいはいはい。今回残念ながら下先生のはできなかったんですけど、いやまだ望みはしてないですけど、まあこれ2分間やりましたけど、意外に緊張感があってなんか本番の練習にこれなりますよ。意外にっていうか2分が長い。いやめっちゃ長い。だって2分で8周9周でしょ。だから長いには長いですよ。長かった。でもこういう緊張感だった練習方法もありなのかなと。いやこれめっちゃありだなと思いました。2分での車もそれによって1周じゃなくて。2分でどうなるかっていうのを見ていく必要はあるかなと思います。そこは、まあ、これは来年に向けて課題と練習でやっていきますか。とりあえず車に関してはまた保留というところで、車に関してはもう少しだから早く、でもね本人の車よりも走っちゃうっていうところもあるから、いや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 セッティングはまだまだ本人のセッティングも少し鍛えなきゃいけないのかもしれないなとは思いますけど、あれまたそんな話になっちゃった。まあそんな形でやっていきましょう。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また、Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。